北海道地北高原鉄道。北海道地北高原鉄道株式会社。北海道地北高原鉄道は2006年、平成18年4月まで北海道で鉄道路線ふるさと銀河線を運営していた鉄道事業者。沿線自治体などの出資による第三セクター方式で設立された第三セクター鉄道の一つである。本社は 北海道北見市第2西一丁目5番4号池田駅から北見駅までを結ぶ日本国有鉄道国鉄地北線は日本国有鉄道経営再建促進特別措置法による存続基準を満たさないとして1984年昭和59年6月22日に第二次特定地方交通線に任。この時点では 現当期の安定したバス輸送が可能か調査が必要として保留となったが、1985年、昭和60年8月2日に問題なしとして承認されることとなった。沿線自治体はあくまで国鉄、北海道旅客鉄道、JR 北海道による運営を前提とした存続運動を展開したが、損廃結論期限が迫る中、1988年、 昭和63年2月5日の個別協議では、自治体による応分負担もやむを得ない、つまり第三セクター鉄道化による存続へ、方針転換した。その後の協議では、基金制定などの初準備が始められ、同年11月14日、地北線廃止による代替措置は、第三セクター運営よる鉄道輸送とすることを決定した。地北線は、 国鉄分割民営化に伴い、北海道旅客鉄道、JR 北海道による運営となっていたが、第3セクター鉄道化決定後は JR からの移行を円滑にすべく準備が急がれた。1988年、昭和63年11月27日に、地方線運行対策準備会を発足させて、事業計画などを策定。1989年、 昭和64年1月5日には、受け皿会社に、北海道が2億円、民間事業者が1億円、沿線市長が1億円を出資し、称号を、北海道地方高原鉄道株式会社とすることが、決定した。路線名は公募され、同年、平成元年1月20日に、ふるさと銀河線とする子を発表。同年2月27日の地方線協議会で、 大体輸送業者は、北海道地北高原鉄道都市、転換時期は、同年6月4日をめどとすることが決まった。1989年、平成元年2月28日の創立総会を経て、3月9日に、北海道地北高原鉄道株式会社を設立登記した。3月18日に、JR 北海道北見運転区施設内に、本社事務所を仮設し、 開業に向けた作業が行われた。JR 北海道が提出していた、地北線の廃止申請は3月29日付で、認められ、翌3月30日には、代替鉄道事業者認定証及び、第一支鉄道事業免許状が、北海道地北高原鉄道に交付された。4月24日午前7時14分、CR70 系機動車6両が、北見駅1番線に到着。 4月27日より主運転を開始し、開業に備えた。6月3日、地北線ではさよなら列車の運転などを別れ教授が催され、80年に及ぶ歴史に幕を閉じた。1989年、平成元年6月4日、北見駅及び池田駅より開業記念列車が出発。各友人駅でも出発式が催され熱烈な歓迎を受けた。 桶ケト町中央公民館において、北海道地北高原鉄道株式会社開業式典挙行。北海道内唯一の第三セクター鉄道として、日本一長い第三セクター鉄道として、JR 北海道地北線改め北海道地北高原鉄道ふるさと銀河線は新たなスタートを切った。当初の運行ダイヤは、地北線のものを踏襲の上で、 全列車ふるさと銀河線内での運行となった。日中は2から3時間に1本の割合で、利便性が良いとは言えず、北見駅及び池田駅での他路線接続も不便であった。沿線の移行も組んだダイヤ改正を同年8月6日に実施し、ワンマン運転の開始及び上下13本の増便が行われた。快速列車銀河号が設定され、 全線の所要時間は普通列車と比べて45分、程度縮みされた。同年度はこのほか2度のダイヤ修正が行われ、陸別から、オケト方面への早朝を便設定など、利便性向上に努めた。発足時からの課題であった JR 北海道、帯広駅への乗り入れは1991年、平成3年11月1日より開始された、JR 北海道との協力関係も参照。 振興会議での発案により、皆に応援してもらおうと、ふるさと銀河線ともの会が発足。会員には、会員証や記念テレホンカードなどの送付に加え、希望する駅のモニュメントに紙面を刻んだ星型のプートを掲げることができるもので、1999年、平成11年現在で3000名を超える会員数となっている。北見駅オケ駅間でビール列車の運行。 アイカップ駅で結婚式を挙行するカップルへの協力、縁起が良い駅名として、アイカップ駅関連の切符が販売され、売れ行き校長であった。ビール列車やミステリー列車などの団体、イベント列車も運行された。障害を持つ人にも列車の旅を楽しんでもらいたいと、ひまわり号を走らせる会が発足され、オケト町で開催されるイベント見学用に、 ひまわり号が初めて運行された。その他の活性化策では、北見市内の企業から自転車の寄贈があり、観光客のサービスアップにつながればと、船内友人駅に配置し、無料貸し出しを行った。1998年、平成10年には、駅名表に、ふるさと銀河線の路線名にちなんだ星座の名前をつけて、利用客を増やすアピールを試みた。 銀河の中心から近い伊手座を、起点の池田駅として、本別駅、阿ョ路駅、アイカップ駅、上がり別駅、およち駅、陸別駅、オケト駅、堺野駅、クンネップ駅、上所駅、北見駅に星占いにも使われる十二星座を使用した。区間によっては、開通から80年が経過、施設の老朽が進んでおり、更新が図られた。駅の建て替えは、 ふるさと創生事業を利用した町おこしの一環で、駅周辺開発と共に行われ、駅舎は複合施設下により人々が集まりやすい場所に、することとなった。1990年、平成2年12月17日に供用開始した、勝利別駅を皮切りに、仙台自治体の代表駅は、全駅が改築され、2000年、平成12年11月1日に供用開始した。 フンネップ駅をもって概ね終了した。鉄道設備は老朽化が進んでおり、鉄道機動近代設備整備事業補助を利用して、列車集中制御装置、CTC 導入を決定した。整備は3か年3区間に分けて行われ、1995年、平成7年度は、北見駅から、桶ケト駅までの 30.6km で12月20日から、使用を開始しゆえ、 所駅を3月1日から無人化、1996年、平成8年旅は、桶ケト駅から、阿シ駅までの 64.8km で11月20日から、使用を開始しゅえ、都市別駅を3月1日から無人化、1997年、平成9年旅は残る阿シ駅から、池田駅までの 44.6km で11月1日から、使用を開始し、 高島駅が三月三十一日限りで無人化され、構造物についても鉄道近代化補助事業の対象となったことから、建設から八十年以上経過する三橋梁の診断を依頼したところ、現時点では問題なしとの結果が出た。車両は導入から十年が経とうとし、更新の時期を迎えるが、経営状況から延命工事を施すこととし、北海道を呼び、 沿線自治体からの補助を受けて1998年、平成10年旅は4両に実施された。高速化については1996年、平成8年7月に日本鉄道建設公団が札幌駅から北見駅までをふるさと銀河線と赤北本線双方で検証した。様々なケースを想定したが、赤北本線を改良した方が所要時間短縮が、 測れるとの結果が示された。高速化利用拡大が図れるものの多額の費用がかかるなど課題が山積みである。現業職員の多くに、地北線を知る JR 北海道からの出向者及び、JR 北海道退職者が当てられた。出向受け入れについては、開業から数年経過し、経費負担区分や、要因の事情もあって協議が重ねられた。 おおむね従来通りの方式で継続された。JR 北海道路線との乗り換えは、池田駅、または北見駅で切符を買い直す必要があったが、1989年、平成元年10月1日より、連絡運輸が開始され、足朗駅、帯広駅など、JR 線を合わせた切符を1枚で発することが可能となった。1994年、 平成6年12月10日からは、JR 北海道の切符の取り次ぎ販売を開始し、JR 北海道区間のみの切符が、ふるさと銀河線内の駅で購入できるようになった。JR 北海道運営寺は、根室本線帯広駅方面への直通列車が、帯広方面行き4本、帯広方面発2本が設定されていた。帯広駅への乗り入れは、増収対策として、 開業当初から検討されており、1990年、平成2年7月の帯広市への協力要請に始まり、沿線自治体などを加えた検討委員会で乗り入れ方法や費用負担について話し合いが行われた。これを受けた12月の取締役会で、1991年、平成3年秋をめどに実施することが確認され、 同年5月より、JR 車両の後ろに、北海道地北高原鉄道車両を連結する、方式で訓練が開始された。11月1日より、北海道地北高原鉄道車両は、池田駅から帯広駅までの間を2往復、JR 北海道車両は、池田駅から阿蘇路駅までの間を1往復、相互に乗り入れる形で開始され、北見駅では、乗り入れ列車となる、 快速銀河号に合わせて出発式が行われた。JR 北海道あるいは旅行業者が主催する団体列車は1992年平成4年5月13日に JR 北海道釧路支社が企画した JR 北海道発足5周年記念道等一周の旅としてジョイフルトレインクリスタルエクプレストマムサホロが乗り入れたのを川切りに リゾート列車やお座敷列車など特急車両を中心に年間数本 JR 車両による団体旅行が設定された。船内臨時列車では2001年平成13年7月31日から8月5日にかけて JR 北海道の C11 系蒸気機関車牽引による SL 銀河号が運行された。第3セクター化に必要な経営安定基金については 北海道が43億5000円、沿線自治体が13億円、初期投資を除いた転換交付金が24億5、500万円の計81億500万円の積み立てにより、北海道地方高原鉄道経営安定基金の名称で北見市に設置。目的に応じた3つの基金からなり、種類ごとに銀行預金など確実かつ有利な運用管理をし、 赤字はこれらの運用益、1989年時点で、約5 4から補填することが決められた。下落傾向であった、運輸収入は1995年、平成7年度の運賃改定で増加したが、利用客の減少が効果を半減させる結果となった。開業から5年間は、転換鉄道事業者に対し赤字額の半分を補助する制度あったが、 満5年となった1994年6月3日をもって打ち切られた。経営安定化基金の運用益による補填は、1992年、平成4年度までは予想を上回る運用果実があったが、バブル景気崩壊による超低金利時代到来で以降は著しく減少。元金を取り崩して補填せざるを得ない状況となった。利用客はピーク時の約半分に落ち込み、 経営改善計画実行後も実行前と同水準の赤字が見込まれた。これまで赤字を補填してきた経営安定化基金は2004年平成16年度で底をつく見通しとなると経営は厳しさを増す一方であった。2003年平成15年3月29日には北海道地方高原鉄道北海道沿線自治体を構成員とする ふるさと銀河線関係者協議会を設置し、問題点や方向性の協が始められた。2003年、平成15年度の協議会では、北海道と沿線自治体は、沿線住民の足確保という面では一致したが、北海道地方区高原鉄道に対する財政支援について北海道は否定的な考えを示した。沿線自治体でも赤字負担の姿勢について差が、 生まれつつあった。北海道は高速化は時速 130km 走行の整備に約140億円かかる見通しであることから負担は不可能。バス転換の場合は鉄道と同水準の運行ダイヤはバスでも可能であり、系統の組み方によっては国や北海道の補助対象となることから自治体の負担は大幅に圧縮できる見通しであることが示された。 経営安定化第一基金は元本は取り崩さないことになっているが仮に取り崩せるようにした場合でも廃線まで取り置いておく必要がある額を除いたものは約17億円で4年程度で底をつく鉄道存続の場合に北海道が負担できる補助金は年間約4500万円であることなども報告された沿線自治体は鉄道廃止バス転換ありきでは 議論にならないと強く反発したが、北海道を納得させるような存続への具体策はなく、財政負担の覚悟も聞かれず、困った時の北海道頼みといった依存体質をかえって予定する形となった。沿線自治体は鉄道存続の姿勢を崩さなかったが、運賃値上げなどを行った上で、北海道に対して赤字額の75%を負担するよ要,要請。 25%は沿線自治体が負担。その上で、高速道路の整備促進など、地域振興は自治体の意向を尊重することを条件に、バス転換の議論も並行して進めることを容認した。これを受けた北海道は奥単位の新たな負担は難しい。地域振興については、早急に検討に入る胸の返答があった。また、民間から提案があった。 地域通貨の導入、簡易高速化、JR 北海道への移管について、いずれも実施困難であることが報告された。2004年、平成16年の協議会では、本年度は増収対策など存続に向け最大限努力し、それでも経営改善の見通しが立たなければ、バス転換を決める。2005年、平成17年度は、営業を継続し、 赤字補填についてはこの間に限り、第一基金を充てる方向とする。ただし、同年度は、バス転換への準備期間及び鉄道廃止手続きに、要する期間として考えること度が確認された。三つの監査法人に依頼した、経営分析の結果がで、二法人は、存続は困難で鉄道経営の限界を認識する、時期。改善策も効果が、 限定的で有効な増収策は見当たらない。今後施設更新での出費も予想され、バス転換以外の方策は難しいといった旨を表明。残る一法人は自治体の財政支援が必要。支援がなければバス転換はやむを得ないとした。会社の経営状況説明では2010年平成22年度まで、 年間3億5000万円から4億600万円程度の赤字が予想され、鉄橋や車両の更新費用に29億円が必要、社員の深刻な高齢化が報告された。これらの報告を受けた北海道は、財政負担の低い方を選ぶと、バス転換を主張。沿線主張からは存続要望と廃止要人が交錯した。道央県、新千歳空港からオホをつく。 知床へのアクセス強化として、特急列車の運行要望が再燃した。札幌駅北見駅間、特急、おほうつくの現行経路と千歳線、関昌線、根室本線、ふるさと銀河経由を比較し、ふるさと銀河線の最高速度を時速 130km 対応とする全線改良で約35分最高速度を 時速 85km から時速 95km 程度とする簡易高速化で約17分の所要時間短縮といった具体的な数値も出れた。前者は費用が高額になる。後者は費用はそれほどでもないが現行経路の札幌駅、旭川駅間で高性能車両を導入すれば迫ることができることなどから具体化には至らなかった。また特急列車を ふるさと銀河線経由とすることで、赤北本線の損廃問題が浮上する可能性も指摘された。2005年、平成17年に入り、北海道からバス転換した際の収支見通しが示され、損益は鉄道存続の半分以下で、バス路線維持の補助金措置により、沿線自治体の負担も抑えられることが報告された。十分な議論を求め結論の1年先送りを、 主張する実地体もあったが、これまでの協議のけじめをつけるべきと3月までに、損廃結論を出すことは変更されなかった。存続へ向けた案は引き続き出されたが、具体的な話を聞くべきという声もあるが、具体性や実現性がないと難色を示す声が、相次ぎ、時間が足りない、現実路線を、が交錯する場面もあった。2005年、平成17年3月27日、 100人以上の傍聴者が詰めかける中協議会が開催された。1ヶ月前の協議会で陸別町長が提案した民間会社による低コスト運営については検証に時間をかけるべきとの声もあったが実現性が乏しく再建は難しいとしてこれ以上の先送りはしないと表明した。この協議会で損廃結論を出す予定であったが、都価地管内の自治体が バスの運行形態や自治体負担などの議論が不十分のまま廃止を決めるのは住民に説明できないと反発したが、北海道は今後検討するとの答えに終始、クンネップ町とオケト町の発言があまりないなど意見の一致がないままで協議会を終了し、結論を取締役会へ持ち越した。引き続き取締役会が開かれ、採決をもって、 ふるさと銀河線を廃止しバス転換する方針を決め、4月17日に開催された臨時株主総会の議決を経て、鉄道事業を廃止することが正式決定した。廃止理由が北海道と沿線自治体の財政難となっており、撤回しろとの強行意見もあったが、廃止という経営判断を議論したいと取り合わなかった。このような神田隆の議事進行に失望する声もあり、 感情的なしこりを残したままでの決定であった。なお、廃止届は同年4月21日に国土交通省に提出された。ふるさと銀河線は2006年、平成18年4月20日、さよなら列車や超満員の最終列車の運行をもって営業を終了。1989年、平成元年のふるさと銀河線への転換から17年、 1911年、明治44年の網走戦前線開通から95年で、鉄路の営業に幕を下ろした。最終列車の通過から1時間が経過し、廃止日である2006年、平成18年4月21日を迎えた、北見市内では、0時を迎えた途端に踏切撤去作業が開始された。この時点で82名いた社員は、4月30日付で74名が、 解雇もしくは出向元に戻り、5月より3名を新たに加えた11名体制で業務に当たった。6月24日の株主総会で生産会社への移行を受け継ぎ、資産売却などの残務整理が進められることになった。車両や土地、施設の売却は順調に進み、2007年、平成19年12月22日の生産人会で純資産は、 約4億8、零零零零零円で、これを株主に分配することが報告された。資本金は4億9、995万円であることから、ほぼ額面通りとなった。経営安定化基金は施設撤去費や代替バスの車両購入費などに充てられ残額は、約14億8、零零零零零円となって、いたが、通学定期差額補助分として、約6。 レーレ,レレレレレレを残し、沿線自治体に後地利用対策費として交付することとなった。2008年、平成20年3月15日、26名が出席し最後の株主総会が開催された。株主は、万感の思い、すでに敗戦となっているので今ら、どうしようもない思いなど気持ちは様々であった。質問が4件程度出たのみで35分間で終了した。 生産欠量の登記を経て、3月31日付で、北海道地北高原鉄道は消滅した。ふるさと銀河線廃止時点で2形式の機動車が在籍していた。開業当初は車両数が不足しており、必要車両数が揃うまで、JR 北海道のキハ22型を借り受けていた。大人普通旅客運賃、小2半額、10円未満切り捨て。 一般向けに通年販売する割引乗車券は、定期乗車券、区間式回数乗車券の他では1993年、平成5年9月1日より、近県式特殊回数券、3月1日には、北見帯広間を繁忙期限定で運行する特急バスへの高措置及び、開業5周年を迎えるにあたって、北見駅、 上所駅から帯広駅までの往復割引乗車券、銀河午後往復割引切ップなどが設定されていた。このかオケト駅、クンネップ駅、上所駅から北見駅まで日曜、祝日限定のお買い物往復割引切ップ、1日乗車券などが期間限定で発売された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。